そうだよ。あ、始まった。どうも、アスラマライ君、はい。久しぶり。はい。実況先生が授業を休みたいということで。違うよ。忙しいんだよ。ということで、世界史講師から見る、今の国際、国内問題。これ、英語のネタにならない？背景知識にもなるようなものが多くないですか、ね、はい、ちょっと難しいかもしれない、一番とかは。そうですね。言ってる意味がわかんないかもしれない。うん、わかる？じゃあ森先生。正当色が薄れること、色が。だんだん薄れていくってことですね。党じゃなくて、まあ、日本だったら分かりやすいよね。そうですね。つまり自民党が政権握っても立憲民主党が取っても結局やること同じだし、お互いの批判してるだけでしょっていう話は、実は日本だけじゃない。今だったら都知事選で自民党の色つけちゃうと受かんねえ、当選しねえかもみたいなこと言われてる。そうそうそう、っていうのがあっても結局のところね、これどういうことかって言ったら、アメリカ大統領選今年あるでしょ、はい、でイギリスの総選挙突然始まることになった。もうスナク大統領が 18% しか人気がないからって言うんで、うん、もう終わりって言うんで衆議院解散させる。すごいね。俺ツイッターでも載せたけどさ、 X に載せたけどさ、そういう国会議員であってほしいんだよ。もう人気がなかったら解散するんです、うん、そして真意を問う、民意を問うんですよ。で勝てないです絶対に、今保守党はね、うん、労働党ほぼ 100% しか書くんだけど、うん、もうそれでだから解散しないっていうのはダメなことじゃない、はい、勝てないから解散しないなんてとんでもないです、うん、それは我が国そうじゃないですか、はい、そうですね、そうでしょ、はい、でもイギリスはそうしない、やっぱりジェントルマンなんで、うん、プライドがあるので、うん、やっぱり低い支持率で成長するのが嫌なんでね、うんうんうん、だから負けるかもしんないけど解散するっていう、うん、でもここでイギリスの知り合いが言ってたっていうのは何かって言ったら、もしこれが保守党から労働党に変わっても労働党はやることは保守党と一緒だって言ってた。ああ、なるほどね、うん、それはなぜかって言ったら結局物価が高いとか、うん、物価高い言ってきたけどでしょ、これ500円ぐらいしますかね、イギリスで買って。いや、今、ポンと高すぎんのよ、あれ。そういうことになるので、物価高を抑えると目的が決まっちゃってるわけよ。だから、どの政党がやっても、同じことが目的なんです。うんうん、ただ、もう保守党では何もできないから、じゃあ、労働党に変わったら、ちゃんと解決してくれると思う。とか、目的は一緒。なるほど。これが、アメリカがそうなってて、つまり、バイデン大統領が、この間のイベントでも話したんだけど、中国に対して制裁を取ったと。で、中国に対して制裁取るんだったら、共和党のやることなわけよ、基本的には。でしょ、トランプだってもう絶対やるじゃないですか、はいはいはい、でもそうやらないとトランプに勝てないからさ、うん、つまり共和党と同じことをやるわけです、はいはい、だから結局共和党が政権握っても民主党のある党を取らなきゃいけないんで、民主党と同じこともやるわけです、うん、それはアメリカもイギリスも日本も、これは他の国も実は全部同じで、インドも同じなんです、うん、だからよく言うじゃない、ロシアは一党独裁に近い、中国も一党独裁に近いって言うけど、同じなんだよね、そしたら。ただ日本だってアメリカだって、一党独裁ではないけど、どの政権が握ったって同じことをやってんだったら、同じじゃん、みたいな。だから、今大切なものっていうのは、解決できる政党が当選するっていうだけだからさ。だから結局変わらない、政党色なんてないってことだ。で、これが何が怖いかです。政党色がなくなると何が怖いかっていうと、政党で選ぶんじゃなくて、人で選ぶことになるから、そうすると、うまく喋れるやつが、当選するっていう一番怖い。ほら、ヒトラーみたいな。そう、まあ、それは大げさかもしれないけど。そういうことになっちゃうわけですよ。だから、ポピュリズムですね。だから、政党色がないイコールポピュリズムになりやすいって、だからもうギリシャから言えてることなわけじゃないですか。だからそれが僕は今後の世の中において、ちょっと心配だなという。まあ、そうですね。まあ、SNS 時代ですから。まさにそうです。さっきもちょっと話したけどね。つまり、SNS でいっぱい上げた人が正義みたいな。うん、いっぱい流れてるから、じゃあ正義だろ、うん。そう、いっぱい流れてるから正義だろっていう感覚は民主主義的な考え方なんで、みんながそっち向いてんだったらそっちが正義だろって。それが恐ろしい、うん。SNS はアルゴリズムがあるので、自分が思ってるのしか出てこないからさ、そうですね、それが、エコーチェンバーですね。そうか。そうそう。だから、そうなってるのはどうなんだろうって、政治に興味ある？政治は、出さないようにしてますよ。燃えやすいから、やっぱり。そうか。僕はだって、右翼でも左翼でも、どっちも炎上したことあるんで、よく分かってか。今の皆さんの炎上とは違いますけど、今ちょっとのことで炎上とか、そんなレベルじゃない。ない、そっかそっか。昔の本当に炎上っていう、こう、どっちでも味わってるって。大変なことになるってことね。大変な。こと、だって、所属先、東進とか、河合とかに電話が、乾杯とかっていう、そうか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 、そのレベルは、それが怖いね。ちょっと、ゆずみに電話しないでな。いや、でも、これは、事実だから。事実言っただけなんで、そういうことになりかねないので、心配なの。でもいいのよ。ポピュリズムでもいいの。いいんだけど、ポピュリズムの時に大切なのは、それを見る国民なんですよ。うん、
国民が賢ければ、これポピュリズムだなと。これはなんか扇動させようとしてるんだなって理解をすれば大丈夫だけど、国民が知識がないとか、すぐに振り回されちゃうような意志が弱い人が国民になってると、ポピュリズムは怖い。で、戦争を促すのがポピュリズムとして多いんですよ。それはもうギリシャ・ローマもそうだけどね。だからやっぱり戦争になりかねない、熱くなる。ちょっと怖いかなと。そうですね。なんだかんだで日本人も流されやすい。いやー、流されやすいでしょう。中途半端に SNS が広がってるので、SNS の影響を受けやすいのかなとは、ちょっと思っているけど。まあそうですね。それで当選しちゃう人が出てきちゃっている、うん、ますからね。これからはさ、SNS という勉強も必要なんじゃない？事業が。情報っていうものがね。ああ、そう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 、そう。必要になりますけど。だから SNS の出し方とかじゃなくて、SNS の弊害みたいなものを勉強するのっていうのは、政治的にも大切なのかなとはちょっと思ってる。ということを今 SNS を通して喋っております。本末転倒か。ということで、世界史公式から見る一番でした。はい、これ中東のパワーバラント。本当だよ。言ってよ。バランス、はい、これは僕の YouTube でも話してた、今回イランの大統領が亡くなられたんで、はいはい、もう亡くなられた瞬間に陰謀説が出るってすごいよね。ああ、まあ出ますよ ね。だからまあ、だから YouTube で稼ぎたい人は来たぞみたいな、あ、人の死なんてどうでもいいと思ってたけど、まあまあ一応、ね、イランの歴史も言うてればボーンと伸びましたからね。そうだよね。あれびっくりだね、よくまとめてるね、はい、だからこれは何かって言ったら、つまり、まあ、簡単なことですよ。この中東というのを狙ってるのはアメリカと、いわゆる VS 中国なわけです。これはもう中東の権利を握ってるということですね。アメリカは石油。はいはい、中国は貿易です。うん、なんで、まあ貿易とかと物を作ったりするための、土台だね。っていうんで、まあどっちが成功するかっていうことなんです。だから、アメリカと中国の対立っていうのは、よく台湾でなんとかって言ったけど、最も対立してるとこじゃないんです。皆さんが注目してるのは台湾だけどね、日本だから。でも本当はここなんですよ。だってこっちの方が、そんな台湾一個よりもさ、こっちのパイがでかいので、こっち狙ってる。でも戦争にはならないです。戦争になったら中東焼け焦げちゃうよ。それは共にプラスじゃないんですよ。どっちが主導権。で、そうなると、今問題になってるアメリカが、アラブとユダヤをくっつける。で、イランを孤立。これがまずアメリカを中心とした中東バランスで、中国の場合にはアラブとイランをくっつける、でイスラエルを、まあ、ユダヤを孤立させるっていう、こういう中東バランス。でも中国はおそらく、これ分かんないけど、中国にもユダヤ人いっぱいいるから、なのでそんなにユダヤ人をやっぱ敵にはできないので、おそらく僕の予感だと、もし成功すればアラブとイランがくっつけばユダヤもくっつけてくると思います。そしたら3つがくっつけば出てくるのはその国です。アメリカがいらない、うんうん、僕はこれは理想なんだけどね。あ、まあ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 、そうですね、いらねえだろうと思うし、はい、っていうのがパワーバランスなんで、これが今年1年皆さんがぜひ見ててほしいなっていうところで、常に頭にこれがなきゃいけないから、皆さんはどうしても台湾有事とかっていうふうに言うけど、そこには目があっても、まあ日本が巻き込めたらそれは問題だけど、まあ多分ないと思います。だからこっちの方を見ててもらった方が良いのかなと思ってますね。まあアメリカはそんなこと許すわけがないけどね、はい、ただ僕は言ったそのアメリカって内戦になるってよく言ってる人いるじゃん、 YouTube で。つまり国内がぐちゃぐちゃになるという可能性はなきにしもあらずだよ。もしこれトランプがまた負けるか勝つか分かんないような状態になったり、今トランプが出られるかどうかも出られるかが分からないっていうのが、まあ今はずっと BBC でも疑われてました。僕もあの、でも仕事しながら、そうホテル泊まってて仕事編集しながら、あ、イギリスにいたんだっけ、あ、イギリス、この間大阪でもずっと編集しながら、後ろずっと BBC 流してたんで、ずっとトランプの内容だった。そうだよね。アメリカがもし自分の国の中で手一杯になっちゃったら、そうなるんだろうなっていう気はするんだけど、ただこれ一つ、その中東のパワーバランスがちょっとおかしくなる可能性があるのが、両方とも経済が倒れた時だったね。ああ、なるほど。中国はもちろん皆さん知ってる通り大変でしょ、今不動産から崩れたことがある、ね、私の買った不動産も持ってんの？持ってますよ、僕中国に、ね、え、どこの町の？四川省ですね。なんで四川の買ったの？持ってるんですよ。生徒は？いや、生徒は僕買うときもそもそも外国人買えなかった。あ、はい、いや、だからまあ中国で外国人買えることも知らないんだ。はい、買えたんだ。へぇー。どこ四川省、重慶の。四川省の、
で、もうちょっと下ですね。はい、生徒よりちょっと下ですね。そこで、そんなとこあったの？そうそうそう。はあ、別に、だから、僕は、やっぱ、YouTube も使えないし、Twitter も Gmail も使えないんで、中国に今住むことはないですけど、うんうん、何かあった場合は別に中国で住めるんですよ。そうだよ。あ、そっかそっか。そうかそうか。で、だからアメリカは、みんなの知ってる通り、今すごいこう、株が上がって、で、どこまで行くんだよみたいな。だからソフトランディングするっていう人もいれば、クラッシュするって人もいるじゃん。だからクラッシュしたら、本当に終わってしまう。どっちになるか誰もわからない。神の味噌汁でしょ。さあ、それがダブルでクラッシュする可能性があるのは、これがクラッシュして一緒に流れてるからね。これ物買ってるからさ。で、これがクラッシュする可能性があるじゃん。そうすると、中東には誰もいなくなっちゃうんだよね。ダブルクラッシュだと。さて、どうなるんだろうっていう感じ。まあ、つまりユダヤも止められなくなるってことでしょ。今はまあ、多少なりとも、多分水面下で、アメリカはまあやってるのはわかるけど、中国もまたもしかしたらやってるかもしれない。水面から、うん。あんなところで戦争されても彼らは困るじゃん。うん、もっともっといろんなものを作りたいと思ってるのにね。っていうことなんです。ユダヤとイランの動画、どちらも出ておりますんで。あれすごい、なんだ、あのチャンネルの、あの視聴者数。あれすごいね。びっくりだよ。もうちょっとちゃんと喋ってくれよ、だって。なんかまあ、ああなるとは分かってないで、ね。ああいうふうにまとめを作っていくっていうの分かってたの僕だけだったんですずるいどこのいろんなところの問題が起きてもそのまとめを作れるまとめを作れるように全部終わってくんないかなと思いながらってことが丸2番の、はい、中東はどっか行ったことある？中東ですか。まだ UAE は、ああそっか、アラブ首長国か、はい、ドバイとアブダビ、はい、でエジプト来てないんだよね。そうです。そうだ。エジプトに来て。だからエジプトにツアーね、一緒に森鉄と行くエジプトツアーって言ったら、行くって言ったんだよ。やるって言った。いや、います。全然行きます。うん、ただ、森鉄の取り分をいくらがいいって言ったら、いらないって。そういらないとか言って、かっこよくない僕は森鉄いらないですよって言ったら、実は裏は何かって言ったら、ビジネスクラスでエジプトに行くぞ。だから、金かかるからいい。そう、だから、場所と飛行機代だけでも相当高いだろうから、いらないですよって。皆さんさ、喜んでくるけどね、何十人も来られたら困るからさ、毎年やんなきゃいけない、そしたらどうするの？まあ、いいんじゃないですか。でも何十人来てくれれば、そのビジネス乗れる。ああ、そっかそっかそう。まあ、2年に1回ぐらいでね、皆さん絶対森鉄と言って、そのエジプトツアーの中に、英語の何かを勉強するアラブ人と英語で喋ってみよう、はいはいはい、講座みたいな。アクセント大変そうだな。だってもうね、よくあの疑問詞が後ろについたりするからね。ああ、なるほど。なんとかなんとか、ほわっととか。なんかよくわかんないみたいな英語です。そうそうそう。その子だって、最初、ユキオ先生の大学生のあのツアーで行くと思ってたんですから、もともと。まだ行ってるんで行ってないんです、だからトルコ。あらまあ。トルコ人気高いからね、今。そうなんです。すごいですよ、本当に。すぐに埋まってしまう。ね、トルコとエジプトなんて全然場所変わんないのに、もう全然トルコの方が人気あって、トルコ住んでたらもっと楽にツアーできたかとか、まあ。安全ってイメージがあるんじゃないですか、やっぱり。もうね、イメージだけだわ。エジプト安全ですよ。本当に。ね、そうですね。まあ、なことで、じゃあ、はい、中東バランスはそんな感じです。はい。はい